日本代表、まさかのスペイン撃破で世界の手のひらをひっくり返してしまうということを見ていきたいと思います。日本代表がね、ワールドカップのグループリーグでね、スペインを破ってグループリーグ突破をね決めたんですが、誰が予想したでしょう、この展開。もうグループリーグが決まって、もうスペインとドイツがいてね、あ、これは死のグループだと言われ、まあ、コスタリカに勝ってドイツがスペインにね引き分けて、他のチームの結果次第でグループリーグ突破が現実的なんじゃないかと言われていて、まあ、僕もねそう思っていたんですが、まさかのドイツとねスペインを破り、逆にコスタリカに負けるというね展開でグループリーグを突破した日本代表なんですが、まあ、初戦のねドイツ戦、まあ、やはり世界中ででもね、ドイツが優勢と見られていた中、日本が勝ってね波乱を起こしたとね注目されたんですが、2戦目コスタリカ戦でね選手を結構入れ替えて、それで負けてしまったんで、特に森保監督がね采配がおかしかったんじゃないかとアメリカだったりのね海外メディアにも批判されていたそうなんですが、今回スペインに勝ったということで、今大会で最も積極的な監督だとね世界のメディアも手のひらを返したそうです。やはりね SNS でも話題だそうで、こちらですね、こちらキングギドラの頭をグループステージの各国に例えたものなんですが、こちらグループリーグの組み合わせが決まった時のものですね。どうやらハリウッド版のゴジラに出てきたキングギドラが頭が3つそれぞれ性格が違うらしく、右側の頭は他の2つに比べて幼いそうで、でこちらねスペインドイツは強いけど、日本はね幼い頭に振り分けられて、まあどうせ日本は負けるだろうと思われていたんですが、ドイツ戦勝利後、こちらですね、日本のキングギドラの頭リザードンになりましたね。さらにドラゴンボールもね海外で人気ですから、こちら非常にクソコラなんですが、シェンロンにもね例えられていますね、ドイツ戦後。しかしコスタリカに敗戦した後、こちらですね、シェンロンに見えていたんですが、日本やっぱよく見たらキングギドラの弱い頭じゃないかというね画像も投稿されていたんですが、スペイン戦の勝利後、こちらですね、もうドイツがね敗退したということで、ドイツがね弱い方に振り分けられ、日本はねリザードンダイマックスしてますね。まあ、まさかの日本がね1位通過で、こういったクソコラ画像もね投稿されているんですが、他にもこちらですね、日本のキャプテンの吉田麻也選手とスペインのキャプテンのセルヒオ・ブスケツ選手が似すぎているということで、こちらですね、もうスパイダーマンがねスパイダーマンを指す画像を投稿して似すぎだと言われていたり、まあ、確かに選手入場の時、二人はね、キャプテンなんで先頭で並んで歩いてきて、むちゃくちゃ似てましたからね。他にはこちらですね、森保監督についてですね、ドイツ戦の森保監督、ちゃんとね、作戦を考えて勝利をもぎ取って、続くコスタリカ戦ですね、もうコスタリカ戦の監督はね、何も考えてない。一直線のみ。で、負けてしまったんですが、続くスペイン戦、こちらですね、発想力を爆発し、笑顔になっている、という森保監督のコラ画像もね、作られていますね。さらにこちらですね、ドイツ代表のリュディガー選手ですね、日本戦で煽り走りをしたんじゃないかと言われていて、まあ、本当にね煽り走りだったかどうかは本人じゃないとねわからないんですが、まあ、リュディガー選手のインスタだったりもね荒れて、その走り方でドイツまで帰れとかね言われていたんですが、まあ、今回グループステージでドイツがね敗退したということで、こちらですね、あの走り方で空港をね走るリュディガー選手のクソコラ画像もね作られていますね。で、今回のスペイン戦でね、やはり注目だったのが、日本が逆転した2点目ですね。あの時に、ボールがね、ピッチの外に出ていたんじゃないか、というのが、まあ、スペインだったりね、ドイツで負け惜しみみたいにね、言われているそうなんですが、まあ、VAR で出ていないと判断されたんで、出ていないんですが、もう本当にわずかな差だったということで、もうスペインに勝った日本の新しい国旗だ。ということで、こちらですね、日の丸がギリ、ラインにかかっている。こちらがね、日本の新しい国旗だそうです。さらに、いや、こっちなんじゃないか、ということで、こちらですね、日の丸がね、ちょっとだけ見えている。こちらが新しい国旗でいいんじゃないか、ともね、言われているそうです。さらにこちら、イギリスのタイムズ紙の一面ですね。ザ・ボール・ステイズ・イン・ジャーマニー・クラッシュ・アウト。ということで、ボールは中、ドイツは外、という見出しですね。まあ、ドイツ、コスタリカにね、勝っていたんで、もし日本が引き分けだったら、得失点差でドイツがね、勝ち上がりだったんで、この日本のボールがアウトしてたら、引き分けのままで、ドイツが上がったんですが、まあ、このボール、入っていたということで、ボールはイン、ドイツはアウト、ということですね。ちょっとおしゃれな見出しですね。で、さらに、日本戦の、ね、裏で行われていた、ドイツとコスタリカの試合で、ドイツがね、4対2で勝ったんですが、その試合のドイツの MVP の選手、こちらですね、MVP をね、受賞したんですが、まあ、勝ってもね、勝ち上がれないということで、この表情ですね。まあ、笑ってたらね、多分国内から勝ち上がれないのに何に笑ってんだって批判が来ると思うんで、この表情をね、しないといけなかったと思うんですが、ちょっとね、悲しい写真になってしまいましたね。さらにこの日本のね2点目のシーン、この VAR がボールではなく、日本代表前田選手の頭が坊主だったことにより、前田選手の頭をボールと勘違いしたんじゃないかという議論もね行われていたりいなかったりするそうです。さらにこちらのシーンね、本当にわずかの差でボールがね出ていないと判断されたんですが、まあ、ちょっとでもね追いつかないかもと、このねギリギリボールを触った三笘選手がね思っていたら追いつかなかったかもしれないということで、もう諦めない心が大事だと、見ている人を感動させたということで、こちらですね、論破王ひろゆきさんのツイートですね。数ミリの差で決勝進出が決まった日本、あの速度での数ミリの差は気持ちの差
努力した人が全員うまくいくわけではないけど、うまくいった人は全員諦めなかった人というね、これ本当にひろゆきさんのツイートかというね、綺麗なツイートをしていますね。もうあのひろゆきさんが理論じゃなくて少年漫画みたいな綺麗な根性論を言っていますね。もうこの三笘選手の諦めずにボールに追いついたこのシーン、あのひろゆきさんの心もね綺麗にするぐらい見ている人を感動させたんですね。もう本当にね、紙一重だったということで、こちらですね。もうロボットじゃないことを確認する画像を選ぶあれですね。サッカーボールの画像を選んでください。ということで、まあ中段のね、一番右は明らかにサッカーボールなんですが、もう真ん中の枠をね、選ぶかどうか、もうこれはね、出題されたら間違っちゃいますね。まあ、このね、私はロボットではありませんっていう画像を選ぶやつ、まあ、結構ね、際どい。これ入ってるか入ってないか分かんないよっていう、こういうギリギリなね、画像分割も結構あるんで、もう今回もそれみたいだということで、こういう画像がね、作られていますね。ここにはこちらですね。まあ、日本代表をメガネをかけてよく見たら、もうアニメキャラクターだった。みたいな画像も作られたり、あとこちらですね。試合を観戦しているイニエスタ選手ですね。まあ、イニエスタ選手、アベマの配信のハーフタイムで、本田選手とね、話をしていて、スペインも日本もお互い勝ち上がれたら嬉しいねと、優しい言葉ね、かけてくれたんですが、やっぱり自分の国のスペインがね、負けていたら、勝ち上がれるとはいえ、そんなに面白くはなさそうですね。おそらくスマホでね、別会場のドイツ戦見てるんじゃないかと思うんですが、ちょっとね、子供もスペインのユニフォーム着てるんですが、退屈そうですね。もうお互いね、決勝トーナメントは頑張りましょう。さらにこちらですね、イタリアンフットボール TV というイタリアのサッカーメディアのツイッターですね。こちらのアカウント、日本がドイツに勝った時に、こちらのツイートですね。イタリアはね、ワールドカップ出場できていないんですが、このワールドカップでイタリア人が興奮できることはあまりありませんが、ドイツが負けるのを見るのは興奮します、ありがとう日本と、ね、ツイートしていたんですが、今回日本が今度はスペインに勝ったということで、こちらですね、日本がドイツとスペインを破り、グループ首位で次のラウンドへの出場権を獲得、彼らはこのワールドカップで私たちが選ぶチームでなければなりません、おめでとう日本と、なぜかね、日本をすごい応援してくれています。もうやっぱりスペインがね、日本に負けて、さらにドイツが敗退するのは興奮してくれたんですかね。さらにどうやらイタリアのテレビ放送では、こちらですね、なぜか日本の鉢巻きだったりをして日本を応援していたそうで、まあ、やっぱり自分の国が出ていないと他のね、ヨーロッパのライバルチームドイツだったりが負けたりして敗退するのを楽しむしかなくなるんですかね。さらにこのようにもうイタリアのみんながね、元気玉で日本だったりコスタリカの悟空に元気を送ってスペイン、ドイツのフリーザを倒すというね、画像まで作られていますね。といった感じでね、まあ、下馬評を覆せば、まあ、いろんな意味でね、注目してもらえるということで、日本もね、いろんな国からお祝いされたりしているんですが、まあ、最終戦ね、どのチームも勝ち上がりの可能性があって、もう一時ね、日本が勝ってて、さらに裏の試合で、コスタリカがね、ドイツに勝っている時もあって、日本とコスタリカが1位と2位のね、タイミングもあったりして、両方の試合が逆転だったりのシーソーゲームで、もう見ている方としてはね、すごい面白い試合だったんですが、もうそんな中ね、ちゃんと勝ってくれて、もう素直に嬉しかったですね。まあ、次はね、決勝トーナメントということで、次のクロアチア戦を勝てば、目標のベスト8ということで、もうぜひね、次も、なんとかね、勝ってもらって、世界の手のひらをね、くるくる支えですね。以上です。